こんにちは、こんばんは、おはようございます。フクチーヌの部屋へようこそ。今日は11月1日、ワンワンワンの日ですね。11月1日のサソリ座の新月から11月16日、おうし座の満月までの先星術的空模様、ヒュー、どんどんどん、パフ、パフ、パフっていう感じになります。はい。ではでは、画面の共有をしていきますね。画面の共有。はい。ここでですね、まず、サソリ座の新月で、それが4室にあるんですね。はい。で、サソリ座のルーラーといえば、火星さんと冥王星さんですね。火星さんが、AC の近くにいて、冥王星さんが DC の近くにいるということで、今回のサソリ座の新月は、このルーラーのお二人さんがとても目立ちますね。そして、グランド、トライン、アンド、カイト二つっていうような基調も、基調もいっぱいあるよ。ということで、まずは、この、サソリ座の新月の、カセさんの方から見ていきます。で、面白いことに、この、新月4室で起きてるね。この4室、というのは本来、カニザさんがいるところ。で、カニザさんがアセンダントにいるね。すごいね。なんかの偶然の位置かもしれないね。そして、このアセンダントのところからぴょっと出た惑星のことをライジングちょめちょめと言って、そこに火星が来るというと、もう火星の異質火星ということはどうなることかっていうと、あなたがアグレッシブになっちゃう。まあ、簡単に言うと、スリーピンビューティー、目覚めなさい。っていう感じでね。あなたが女性の場合は、スリーピングビューティーが目覚めるし、あなたが男性の場合は、眠れるシシが、目覚めるね。隣シシダだしね。眠れるシシが目覚めるというのはどういうことかというと、このですね、このプラピティリスプロティアパカディリア、簡単に言うと、もう4室っていうのは家庭ね。家庭で、もう、家庭でお母さんはね、家庭を守るために、時の流れに身を任せ、あなたの色に染められ、一度の人生それさえ捨てることも構わない、だからお願いそばに置いてね、今はあなたしか愛せない。で、今まで生きてきた人がですね、突然ね、なんか私旦那のためにとか子供のためにとかっていうのをなんかだるくなっちゃって、私は私のために生きようと思うので、ちょっと今までのその、なんちゅうの、旦那の死に拭いとか、子供の世話とか卒業させてもらいます。っていう風にね、わかり始めたマイレボリューション、自分を変えることさ、はい、っていう感じで、レボリューションが起きるんですね。そうするとどうなるかっていうと、昔、辞めたい人の禁煙パイプっていう CM であったよね。奥さんが若い頃は、はーい。奥さんが若い頃は可愛くて可愛くて食べちゃいたいと思った。で、
今になって思うのは、あの時食べときゃよかったっていう感じで、男性も女性も猫被るのね。結婚するまでとか、結婚してしばらくとか。でも、化けの皮が剥がれることがあるですよ。化けの皮が剥がれますね。そうするとですね、今までの円滑に行っていたパートナーシップが、破壊と再生という形で、まあ、パートナーとの間にですね、大喧嘩が勃発しまして、冥王星なので、天王星だとね、変える、チェンジお願いしますっていうのが天王星なんですけど、冥王星なので、雨降って地固まるっていう感じで、ちょっと、大喧嘩してお互い言いたいことを言い合って、パートナーとの絆が深まるかもしれません。なぜならば、今回は、幸運のグランドトライン。グランドトラインですね。グランドトラインができているし、さらに一個だけでも吉兆なのに、このカイトっていうのがね、二つもできていて、この冥王星さんはカイトの中にあるからね。ということはさ、もうさ、あれですよ。なんか、いいよね。いいよね。よくないですか？いや、いいですよね。いいですよね。もういいですよね。いいですよね。なので、パートナーとの間に、ちょっと、大喧嘩するけども、雨降って地固まる。そして、この冥王星っていうのは破壊と再生なので、復縁を望んでる人とか、忘れても、好きな人、ポンペペンペペペペンペンペペペポンペペンペペペペペンっていうね、別れても好きな人がいる人っていうのは、この冥王星っていうのが破壊と再生なので、今破壊のサイクルにいる人は再生で、復縁のチャンスだったりするのね。で、この、何が味方してるっていうと、グランドトラインが、水の星座でできているので、感情ですね。はい。だからね、別れても、肉体が忘れられないんじゃなくて、別れても、感情が、だからね、精神の場合は、ダイヤモンドに目がくらみ、土の星座の場合は、ダイヤモンドに目がくらみっていう、寛一の宮の場合もあるし、ね。風の星座の場合は、この人と結婚すれば、この人出世間違いないし、とかってあるし、で、火の星座の場合は、アバンチュール、ひと夏のアバンチュールっていう感じの恋なんだけど、感情の場合は、やっぱりいろいろぐちゃぐちゃしすぎて別れたけども、やっぱり一周回ってやっぱ好きだわってなるのね。なるのね。で、このやっぱりどう見ても頂点にいるのが、魚座海王星だからさ、魚座海王星っていうのは12星座の中で一番モヤモヤしてるのが魚座で、さらに10惑星の中で一番モヤモヤしてるのが、海王星だからさ、なんか9室の、なんか3次元、3室の3次元的なコミュニケーションとか、5室の、恋愛とか、8室のマグアイとかを通り越して、スピリチュアルな部分、情報空間のあたりで感情が結びついて復活するっていう感じね。で、同じ救出にドラゴンヘッドもいるでしょ。ドラゴンヘッドっていうのはやっぱりいろいろあったけど、今世一緒にいるべき人はこの人なんじゃないかっていう人と、結ばっていくっていう感じがあるんじゃないかなっていう感じがします。うん。ね。で、相変わらずもういい感じですよ。いい感じです。はい。で、ちょっと、もしかしたら、
パートナーと別れちゃうような人がいると、そうするとやっぱりいろいろと、インターネットを通しての付き合いとか、ガラッと変わるよね。近所付き合いは変わんなくてもっていう感じですね。男性の場合ってさ、そんなことないんだけど、女性ってさ、誰かと誰かと喧嘩してるとさ、私は誰々派だから、この人とは別に仲良くないんだけど、この人とも距離を置かなきゃっていうわけわかんない距離の置き方取る人いるでしょ。男性の場合はさ、団体の中で誰かと誰かが喧嘩しててもさ、別に他の人はさ、別にこっちともこっちとも喋るんだけどさ、女性の場合ってこの人とこの人が喧嘩したらさ、もうっていう感じになるでしょ。そんな感じでちょっと、派閥が分かれたりとかっていうのもあるかもね。っていう感じね。まあ赤い線も多いですからねっていう感じですね。やっぱ赤い線はほら、インターネットを通して、コミュニケーションの星が、双子座が十七にいて、さらに木星なので、なんか、なんだろう、秋分の日は通り過ぎたけど、秋分、醜い分っていうか、ゴシックネタがインターネットを通してガガガガガ、レディーガガっていう感じで、広まっちゃう恐れね、危惧しなきゃいけないのは。で、やっぱりこのね、恋愛中の、ほら、あるじゃん。リベンジポルノ リベンジポルノとか、これさ、五室金星のいて座って言ったらさ、金星がさ、女性性だとすると、いて座ってさ、ちょめちょめじゃん。じゃあさ、もうこのさ、あれはさ、もうリベンジポルノがインターネットの、ポルノサイトにばらまかれるみたいな危惧はあるからさ、付き合ってるうちに消してもらった方がいいよねっていう感じ。で、これの頂点にいるのが土星さんでしょ？土星さん。魚座土星さん。だから、付き合ってるうちにやっちゃったけど、土星さんだから、もうそれちょっと、回収させて、みたいな感じですよね。でもさ、リベンジポルノってさ、男性が女性に対してするもんじゃなくてさ、女性が男性にするの方が、ネットに溢れてますよね、結構ね。本当に。そんな感じですね。じゃあ、十二星座別行きましょうかね。十二星座別で行きますと、カニ座さんはルーラーの月がここなので、やっぱり一番家庭内噴火がありそうですね。で、シーザさんもルーラーがここなので、まあ、今は家庭の中に目を向ける時かなってですね。で、サソリーザさんが火星がここなので、やっぱりサソリーザさんもなんか内紛が起きそうですよね。で、双子座さんはここの十七で木星なので、さっき言ってた、なんか、個人的なつながりでのコミュニケーションで言ったことがネットに拡散されてしまうっていう恐れがあると思うんですよ。リベンジポルノみたいな大げさじゃないんだけど、なんか付き合ってた頃の、恋文じゃないな、今メールの、スクショがなんかネットで拡散されちゃうみたいなことがあるかもしれないので気をつけてください。で、天秤座さんはここの金星があるので、天秤座さんは今、恋愛が豊富だけど、その恋愛、もしかしたら相手からなんか、拡散される恐れがあるので気をつけてください。あ、ここサソリじゃなくて乙女でしたね。乙女座さんは、ルーラーが水星なので、乙女座さんは、ルーラーが水星なので、これもやっぱりグランドトラインの、一角を担っているので、この水星さんも天王星さんとピコピコしているので、そうですね。この恋愛中の、あ、そうですね。このね、ここだと恋愛中のポルノが拡散される可能性がありますよ。で、これは恋愛中の、文章が、
暴露される可能性がありますよっていうのがこっちですね。水星さんの方だから乙女座さんの方ですね。はい。で、双子座さんは両方可能性がありますねっていう感じですね。で、天秤座さん言ったので、大牛座さん。大牛座さんは金星がここにいるので、インターネットを通して知り合った人にいきなし、エロ写真を送ってくださいとかって言って気軽に送っちゃうと、それを拡散されるかもしれないので気をつけてくださいね。特にね、LGBTQ なんかは、出会ってすぐになんかそういう要求してくる人いるじゃないですか。頼んでないのにそういう写真を送ってくる人とか。だから、気をつけてくださいね。はい。で、セッソー・レイザさんは火星なので、で、しかも4室など家庭内で爆発するかもしれないので、気を注意してください。で、ブラッピー、お羊座さんも火星がここなので、お羊座さんはちょっとね、爆発具合が激しいですね。ここにカイロンさんもいらっしゃる。でもこれで爆発して、お羊座さんの場合は爆発してドラゴンヘッドもいるので、今の方と別れて本来結ぶべき人と結ばれるって可能性が高そうですね。っていう感じですね。で、イテルザさんはルーラーの木星がここに行って金星も水星もいるので、水星は隣か。で、金星しかいらない。イテザさんも、なんか付き合ってる人にそういう写真を撮られないように気をつけてください。で、ウオーザさんはルーラーの木星と海王星さんがここにいるので、ね、なんか、なんでもいいやーになっちゃいそうなんだけど、土星さんがせっかくいらっしゃるので、アンカーというか、もうこれ以上はダメよって君が急にって言うようにしてください。で、ヤギーズさんは木星がここなので、もうこれ以上はダメよって君が急に言うようにしてください。で、水亀座さんはもうルーラーが土星と、天王星なので、そして、ここにいる冥王星さんはまあヤギ座にいるので、じゃあルーラーで見ていくと、もうこれ以上はダメよって君が急にって言わないと、なんか肉体的なものをなんか暴露されちゃうよっていう感じです。以上でーす。バイバイキーン。最後までご視聴ありがとう。いいねボタンとチャンネル登録お願いね。